ラメーバルがお送りします。そしてはい、さてさて、それでは発表。さてさて、プラグ立てまくりね。ま、回収が進まないことを祈るばかりだわ。どうですか？来たな、人間。ここであったが100年目だぞ。お前さんには聞きたいことが山ほどあったんだ。森まで行くのも面倒だし、ここで会えて助かるってもんさね。おーい！おうおう！にひひ！来ちゃってにひひ。うわっ、カッパだぞ。にひひ。よし、決めた！流行りのおもちゃで利益を独占しようだなんて、おテント様が許してもこのカバシロニトリは許さないぞ！ああ、もう話のわからないやつだな。これはもう腕ずくで分からせるしかないか。見せてくれ。本気で行くぞ。
バリックプレート。アステロイドベルトライトベア。で負けていたか。そういうこと。あ、そうか。別に私は負けたら金輪際手を引くとは言わなかったな。やあやあ名優、最近話題の新製品調子いいみたいじゃないか。何か困ったことないか。量産の人手が足りないとか、追加したい機能があるとか。おい、いきなり全てをなかったことにする気か。虫が良すぎる。それはそれ、これはこれ。なあなあ、今後ともカッパをごひいきにな。いいだろう、カッパだぞ。ああもうわかった、わかったから。暑苦しいから肩を組むな。あたいは、はあ、ごめんな、あたい負けちゃったよ。でも相手も強かったんだ。もっと練習して次はもっといい試合にするから。うん、また応援してよね。あたいもっと頑張るからさ。おーい、チルノプロお疲れさんだぜ。わっ、一番弟子は一回戦突破か。追い抜かされちゃったな。相手も強かったし、トーナメントはそういうこともあるさ。あまり気を落とすなよ。で、励ましてくれる仲間もあんなにいるようなら、そんな心配は無用か。当たり前だ。あたいはコーマ館所属のチルのプロだからな。すぐに立ち直ってみんなにいい試合を見せてやるのさ。あ、あっちにも妖精たちが。あんな風に煽られて負けて、決着の瞬間はちょっと呆然としてたように見えたけど、あいついいキャラしてるよな。そこは天才的だ。どうだか目元はああだし、鼻を噛んだ後まで分かっちゃったわ。ああして立ち直れるような子だとは確かに思っていなかったけれどね。たとえ遊びにしろ、真剣にやって誰かに応援してもらうってのはやっぱりそいつのためにはいいことなんだよな。一理あるけど、そうだとしてあの子が成長するの誰か期待してる？それもね。
ないか。現実は非情だな。ね、マリサ、ここで会ったが100年目よ。さっきと同じノリで出てこないでくれよ。さてはまた難癖か。難癖とは何よ。失礼ね。あなたにはしっかり事情を説明してもらわないと気が済まないわ。事情説明って何の話だ。とぼけたって無駄よ。このスペルバブルに関する一連のビッグイベント、会場はにぎわい、観客は物販を楽しみ、答えは一つ。あなた、個人的なお金儲けのために私を利用したでしょう。だからどうしてそうなるんだ。たくもう、私はどんだけ金に困ってると思われてるんだ。私だって興味はあったし、乗りかかった船だと思って量産までは手伝ったけど、こんな風に利益を独り占めするなんて魔法使いのプライドに対する冒涜だわ。七色の魔法使いの名にかけて一泡吹かせないと気が済まない。この場でギャフンと言わせてやろうと思って私も腕を磨いてきたの。昔の私と同じと思ったら大違いなんだから。殊勝すぎる。願わくばその情熱はいつも通り家の中で魔術の研鑽に使ってほしかった。黙らっしゃい。くそー、こうなったらやけだ。全員完全に分からせきってやる。盗まないで。Yeah.
おーい。その目、嘘をついているようには見えないわね。わかった、信用する。はあ、よっ。よっしゃあれ？はい。そう。悪い悪い。はい。そういうこと。はあ、うわい。同業のよしみね。同業の居室から勝手に本を持ち出す人のセリフじゃないけど。ほんと、入っていいとも言わないのに勝手に部屋に入るし。固いこと言うなって。ほらほら、私たち魔法使い女子会3人、力を合わせて優勝に向かって頑張っていこう。サンマジョーファイ。そうね。